バイオ村観光ツアー始まるよ。カン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 。スペインでいるってことを忘れないでね。ということで今なんかね、あのセニョールとねおしゃべりをしているんですけれどもね、はい、アミゴースがねいろいろとやってるんですけれども、アミゴースの前にですね、やっぱりここはオシーリースをねこう見ていかないなというふうに思っております。でね、あの最近ちょっとね言われることはです、最近っていうか、まあここ2、3パートを見てるとですね、あなんかね全然観光ツアーになってねえよっていうねご指摘をいただいたりもしてるんですけど、ちょっとね私も原点に立ち返っていかなきゃいけないかなというふうに思ったりもするんですけれどもね、あのまあやはりねパート1をね私も見返したりなんかもしてるとですね、あの一個一個ねこうやっていくとですね、本当にね例えばこのチャプターで3、あの3の1じゃねえやな、チャプター何番だって7ですかね、7なんかもやったりとかするとね、あのものすごくねチャプター数がね長くなっちゃうなーっていうね、まあ、そんなことを気にしてたらねやったりでもできないんですけれどもね、こんだけ時間かけてそんだけしか進まなかったのっていうようなこともね、新しいブッツを言ってることがねブッツブッツ言ってるんでね、そうなんですよねということでございます。ということでなんでね、まあそこら辺はねあの普通に実況っぽいこともしながらですね、あるいは、もしかしたらなんかこう急な観光ツアーを始めたりとかっていうの、まあいろいろとねこうやっていこうかなというふうに思います。まあ検証したりとかね、まあなんかほらここの村、ここのお城ってさ、こう一回進んだ場所にまた敵が再配置されたりとかって結構ね、あ、レオンのお尻もいいお尻ということなんでございますね。はい。で、こちらのですね、あの木箱に関してはね、あのかつてね、あの馬をねこちらに育ってたんですね。ところが馬がいなくなっちゃったということなんでね、もうこれ以上ね、まあ餌をね飼育する必要はないかなということです。ちなみにあの最近はですね、いろいろとの物価の高騰の影響もあってですね、馬を飼育するのにもですね、あのなかなか餌代が高騰してね難しいということもございますんで、ここね馬車がね、かつてね馬車があったんですけども、あの馬車はバシャバシャってすぐに、ね、見ててくれて、そうはないということを言われているんですけれども、はい、こんなねちょっと馬小屋のね臭いところでね購入するっていうのはちょっと勘弁してくれってことなんでね、こちらを見ていきますが、ハンドガンの種類、賢いハンドガンを選びなということですね。ハンドガンにはどうやら脳みそがあるようですね。はい、賢いハンドガンということでね、はい、ハンドガンを使う側が賢くなるかどうかっていうことだと思うんですけれども、どうやらね、はい、ということでここでエクスパンショントリジがパコン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 と出てきておりますんで、はい、ちなみにですね、私ちょっと一個気になることがあるんですけれども、ね、ちょっと眺めてみていいですかね。はい、はい、大丈夫なんですね。はい、ということでね、こちらをねジローンと覗いていくと一体何があるのかっていうとですね、ここにねいろいろとね、あのなんか待ち受けてるやつがいるよということなんでございますが、彼は、ね、一体どうなるんですよね。確か中に入っていく、中にはあの奥に入っていっちゃったということなんでね、もう仕方ありません。正門開門ということでお出迎えしていこうということでございます。でこちらの方に向かっていくとですね、はい、なんかかつてねあのいろいろなね、あうわーってなってるんですけど、彼らを撃ったところでね一点ね、あの全くもってね反応してくれないということで、あところが後ろでガッツとしてくれている女の子がいるんで、その彼女のためにもですねいろいろとやっていきましょうと。で上をくっちゃって覗いていくと、ここに宝物があるわけではありませんので、関係ないですね。はい、でちなみにこちらですね、あれやっぱり木造でできてますんで、雨が降りすぎたがゆうにですね、あの朽ち果ててね落ちてしまったバコンバコンということでございます。はい、でこちらに進んでいくとですね、あのもう 今すぐにでもね、あの私のことを何とかしてくれという発狂寸前の、彼女がいらっしゃるので、ね、これをチラチラ眺めていきましょう。うわーうわー、あなたは何も見ていない、だって私が倒したものをということでございます。はい、ということでかつて何かあったかように見えましたが、はい、そんなことは無視していきましょう。これちなみにですね、あれ もろい木造でございますね、もろい木造でございますので、ダダ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 やったらこんな風に進んでいくということでございます。ちなみにこちらはですね、こうやってバーンってやると、はい、これも潰すことができるということでございます。でこれをね拾うと必ずここはナイフでございますね。でここでショートナイフって言って何なのということなんですけれども、はい、キッチンナイフでは、耐久力や威力等々が確か上がっていたはずでございます。はい。で、こちらですね、パイプオルガンではないですね。パイプオルガンというのはここにね、ズワーッとですね、あの、オルガンがね、うおーってなんか、ちょっとこもった音を響かせるためにあるんですけれども、はい。この上にあるところにね、ボタンを押すとですね、フロッピーなんかを挿してたりとすると、例えば、1番を押すと、エレキギターの音が流れて、で、2番を押すとちゃんとしたピアノの音が流れてというですね、いろいろとね、音が変わってくれるという仕組みにもなっていたりとかします。はい。で、くるっと振り返ると、ね、それはきっとかつてヤマハの、やつだったということなんですけれども、こっちは特にありませんので、盛大なお出迎えをね、彼らが今待ってくれているということなんでございますね。こちらのですね、牛乳を一杯飲んでから行きましょう。アシリはこちらのトマトソースでも飲んでいてもらいましょうかね。はい。ちなみにですね、鎌倉パスタに行った時に、ね、クリーム系のパスタを飲むことを、飲むことじゃない、クリーム系のパスタを、食べることをお勧めいたしまして、カプリチョーザに関してはですね、トマト系のパスタをですね、食べることをお勧めいたしたいというふうに思います。ということで、ね、盛大なお出迎えを今お待ち受けして、いらっしゃいますので、こちらもですね、盛大にですね、観光していきたいと思います。ダタタ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 。ナイスショット、ありがとうございます。はい。そうですね、彼女からナイスショットって言ってもらえるとね、非常に元気が出ると。あそこにあったのか、我ー、おらららららら。1個あまだ生きてらっしゃいますね。ということで、まだ生きているということなので、はい、1個1個ね、大切に大切に、ね、はい、
銃弾はやっぱりあの限りがありますので、一回一回大切にですね、あの一発一発大切にして撃っていかないと、あのこの先積んじゃいますからね。はい、弾不足で積むということはね、あのバイオ RE4 経験者誰もがね経験していることかもしれませんので、でこちらですね、あの中に入ってくるですね、おお、もうすでになんかすでにドーンと登っていくということなんですけれども、いろいろとね、あると、まあ、困るようなことがね、こちらテポトンとかドゥンドゥンってなっていますので、こちらも、お返しにですね、目には目を、歯には歯を、お腹にはお腹をですね、やっていこうというふうに思います。なんかあの打った振りだけしていますね。これでドーンと1個目破壊ということでございます。そして2個目があちらにもありますので、こちらもテポトンドゥンドゥンとやっていきましょう。そして3つ目がですね、あちらにもありますので、こちらでなんかこちらに向かってきている、直接ぶん殴ろうとしてきているやつもいますので、こちらをも、先に先手を打っておきましょう。はい、これでですね、まあ、4つ中3つくらいが破壊できたはずでございますので、とりあえず上の、こちらをですねバーンと返しておきましょう。はい、こちらのお城も観光ツアーもですね、あのしていきなあれ処理、あ、そんなところに一人逃げてるなんて、なんと大した歓迎ぶりでございますね。はい、で、かつてはきっと男だった方も、後ろからね一人が、向かってきておりますんで、こちらも歓迎しておきましょう。わーわーわー、足がくだけ散るということでございます。で、あのお金はですね、あの、まあ、拾っておきたいなという気持ちはあるんですけども、そんなことはめんどくさいので、とりあえずこちらで、あ、なんだなんだなんだ、いつも気になるのはですね、このね、なんかどっかでガリ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 っていう音がなんかどっかでかつて鳴っているんですけれど、そのガリ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 、わーおーわーおー、皆さん、夢は見たことありますか？今、目の前に広がっている世界は、みんながかつて憧れたあの美女が生き果てる瞬間でございます。行動不能の足より今まさにそうなったところなんですね。ということでございますね。はい、ということでやってしまいましたんで、もう一回ね、タタ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 という風にやっていきたいという風に思います。ということで、一回繰り返しやってしまったことに関してはですね、あの私ね、もう遠慮なくね、あのもうあの遠慮なく向かっていく立場でございますんで、はい、まあ、あのですね、もうさっさと話一個一個始末していきたいというふうに思います。ということで、やってしまったことに関してはもう仕方がないので、もうそこ繰り返しねやっていくしかないでございますね。はい、こちらもドーンということでございます。でこちらもドーンということで、奥の方にボーンと行って、奥の方もあの、太郎ですね、破壊していきまーしょー、撃ち落としてやらー、無理だったで、こっち向かっていきましょう。あちゃ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 あ、あれ、あ、あ、壊すことができていませんね。壊すことが、なんだなんだなんだ、壊せていなかったので、もう一回やりましょう。はい、で、こちらも拾っていきましょう。で、まさかのね、あのテポドンがね、あのこちらに向かってくるドゥンとは思ってなかったのでね、これ大した歓迎部でございますね。こちらに誰かいたような気がしたんだけど、きっとそんなものは気のせいでございます。で、こっち向かっていこうというふうに思うんですけれども、まずはまあこの中にですね、盛大に一発打ち込ましていきましょう。え、なんだ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 、おいー、アシュリーってこんなに脆かったっけか？うおーという、そんなことも気にしないでやっていきましょう。まずはね、あの安全な環境を確保してからでないとですね、私はあの無事に観光案内をすることができませんのでですね、皆さん、何度もお付き合い、していただいて本当にあれ感謝でございますが、本当に申し訳ございません。少々お待ちくださいませ。ということで、まずは中にですね、はい、打ち込んでいきましょう。ということで、これがカチャコンってならないんでね、で、あー、いいえ、スターということでございます。はい、で、そんなに、ね、似合わない仮面をつけるくらいだったらね、もうね、もう真っ裸でね歩いてった方がいいかもしれないですね。はい、まあ、夏も近づいてきているこの季節でございますからね、あのだんだんですね、あのセクシーな格好やね、ムッキムキな格好をしてきているね、あの男や女がね、たくさん街中に溢れている時代になっていくということで、私にとってはもう非常にですね、まあ、というか全人類の男どもにとってはですね、あの非常にもういい季節が近づいてきたなということでございます。はい、ということで、吹っ飛ばしていきましょう。で、かつてですね、こちらに宝物がありましたんで、向こう側にある お魚じゃないや、お金も取りたいところでございますが、なぜ貴様向かってきた、物事には順序というものがあるんですよ。大した歓迎ぶりだ。大した、ほんと大した歓迎ぶりでございますね。もう、あれ生きてた、なぜだ、うおー、おかしいな、あれ、おかしいな、たらたらたつつ、中にも撃って、どこにいるの、あぶれ、で、どっかでウォーウォーウォー撃ってるんですよ。あ、ここ開かないでございますね。開かないでございます。で、こっちに向かってきてるやつも特にいないので、こっからきっと撃ったらなんとかなるでしょう。ほい。おめえさん、そんなさ、目の前でそりゃもうそんな大胆なことしちゃダメですよ。ほらほら、穴出しな。穴、ほら、つき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 。
で、もう、かつ飛ばしてきたやつはもうドーンとなりましたね。怪我は特にありませんので、こちら向かってまいりましょう。でこちらですね、お金を拾っていって、ここにも何か確かお金があった、お金というか宝物があったんですが、向こう側にあるみたいですので、一旦ねあちら側に降りていかなきゃいけないということでございます。はい。でこちらで拾っていって、でまだね、あの盾を持ったやつとかがねこちらに向かってくるというそういう算段でございますんでね、こちらでですね、まずは大歓迎をねこちらもしていこうというふうに思います。ああ向かっておいで、さあ向かっておいで、アシュリーそんな射線のところにいたら危ないでございますからね。さあこっちにおいで、発射するものドゥーン、これで一発、あれ外しましたね、外しましたね、ということでもう一発、あそこで待ってくれているという優しさ、もう一度でこちら待ってくれている優しさ、あい体が砕け散るということで、飛び降りさせるよりも多分おそらくこちらで撃たれる方がかなり 痛いというふうに思われます。はい、ということでございますね。はい、そんなこともしながらですね、なんとかなんか向かってくるのよし、うまくいきましたということで、うまくいったご褒美ですね、まずはこちらを、まあはい、全て破壊していくということが大事になっています。で、撃っているんですけれども、全く当たらないですね。なんか、外に見えているのが、かつて、小さい、なんか花火がチカ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 ってなってるんで、こっちに向かっていったらあるんですけどね。はい。じゃあ、まずは、照準を絞って、全然当たりませんので、はい、もう無視していきましょう。無視していきましょう。ということで、ところがですね、すべてのミッションをクリアしたというね、なんか、CP も必要なものになって いるでございますんで、とりあえずね、こっち向かっていきましょう。で、ここに確かですね、青いものがあったと、青いものがありましたね、青いものがダーッとありましたので、これをクリアしていきましょう。で、こちらのですね、下に降りていくことによって、本来はですね、ここの下に降りてから、一応パコーンとするんでございますが、さあ、アシュリーちゃんは飛び降りてくるんですね。アシュリーちゃんは飛び降りて、エージェント並みにすごいですね。私あんなところから飛び降りたらもう本当に足の骨がボッキボキに降りてしまうんですけれども、まあ、そこら辺もねできるということが、やはり、大統領の娘はそういう特殊訓練も受けているということでございます。はい。でこちらですね、なぜこんな、本があるかというと、ね、執事がですね、夜中にですねシコシコするためのですね、実はだからこれはですね、エロ本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 の祭りでございますが、はい。でまあそのままやっちゃうとね、皮膚がズル向けになってしまうので、ね、こちらにですね、特製ローションが入っているということでございます。ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲ませて。でこちら向かっていくとですね、はい。でこちらがですね、先ほど私たちを歓迎した人たちがね、なぜか夢を持ってこちらに向いてね、お兄ちゃんよくぞいらっしゃいましたね、私たちが大歓迎してあげますよっていうような風に向かって、なんかいろいろとパコパコパコ打ってきたということでございます。はい。パコパコという響きがなぜかエロく感じる人っていうのはもうかなりお疲れか、もしくは健全な男子だということで、許してさしあげましょう。でここパコ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 と取るとですね、はい、こちらにダラララーラ丸いくぼみの腕は、はい、ここにも1個あって、そしてラストじゃなかったね、ラストじゃなかったね。はい、ラストあと1個どっかにあるんですけれども、その1個一体どこにあるのかっていうことを今から探しに行きましょう。それを探しきってね、なんとかね、拾うことが、倒すことができなければですね、ミッションフェイロードということでございますね。かつてはきっと男だったことができるのか。こちらの、バコ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 打ってもね、破壊することができないということで、かなり強靭な体力をお持ちというものでございます。それで、ここで決起動いてですね、で、こちらは一体打つとどうなるかというと、こんな風になります。はい。はい。ね、なぜかぶら下がってね、プラン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 しているのに、一切合切ですね、全く持って、体力、じゃない、体力じゃない、当たってくれないということです。6分の5やって、腹渡が逃げ繰り返そうだということで、ね、本当に腹渡が逃げ繰り返るのかということで、腹渡を逃げ繰り返らせていただきましょう。ということで、青いのがどっかにあるはずなんですが、青いのありましたね。はい。青いメダリオンがあっちにあるということなんですね。一旦戻りましょう。青いメダリオンを探すためにも、まずはこちらで腹ごしらえをしていきましょう。はい。腹渡が煮えくり返っている人がね、この先にいらっしゃるんでね、そんな怖いこと、このまま会うとね、腹渡が煮えくり返ってね、こちらに飛び火してね、グーパンチされるかもしれませんです。そんなことが起こっても、大丈夫なようにですね、まずはミッションをクリアするということから始めましょう。で、この先を進んでいくとですね、こちらの方に、なぜかね、青いメダリオンがあるということなんですね。こちらを眺めていくんですけど、青いメダリオンはどうやらこの中にはないようなので、一旦多分飛び降りたらですね、飛び降りたその中にメダリオンがありましたね、ありましたね。ということで、アシュリー、飛び降りなくていいですよ。はい、離れていきます。で、離れておくと言いながらも降りてきてますね。はい、全然人の言うことを聞かないですね。はい、人の言うことを聞かないということに定評のある、新エージェント、アシュリーさんでございます。ちなみに、アシュリーさんですね、バイオサルインフィニットダークネスという作品でですね、写真だけ登場するようなんですけれども、残念ながら本体は出てこないということですね。やっぱりバイオ4あるいは RE4 のですね、中の美しい思い出で、一緒に過ごすということが、アシュリーちゃんをですね、皆さんの、清き正しい、美しいですね、記憶の中に留めておくというものでございますね。はい。待っておるよというんですけれどもね、あなたのペースに合わせていたらですね、なかなかね、前に進むことができませんので、このままにゴリ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 って、ブヌヌ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 ということでございます。ところでですね、右の方にですね、腹渡が煮えくり返ってるおじさんがいるんでね、私は怖いのでね、はい。
でこちらの方に向かっていくと思います。じゃあこちらのねお城の観光ツアーを進めていこうと思ったんですが、おーっとまさかこちらからお出迎えをしていただけるというふうに思わなかったですね。ありがとうございます。城主自らお出迎えということでね、あお目にかかれて光栄でございます。ということで今回の観光ツアーのですね、大使を務めている私なんでございますが、はい、彼がですね、私の観光ツアー、あ、じゃあ私の観光ツアーじゃないですね、はい、あなたが観光ツアーをするのでありましたら、はい、喜んでこちらのお城、差し上げてございますよ、はい、どんな風にしていただいているのも結構です。ただし物だけ壊さないようにだけお願いします。それであれば邪教徒の皆さんに関してはですね、あの命を奪おうが手足をちぎろうが何をしようが、一切合切問題はございません。ただし私たちの邪教徒側もですね、あなたの命やあなたのレディーを奪うということを、して差し上げることも何とかありますので、そこだけご注意いただけたらというふうに思います。あなたの合衆国、そして全世界の恩寵で満ち満ちるのでございます。私の腹見ていただけましたでしょうか。どうやらですね、毛詰まりじゃとか油詰まりがひどくてですね、ちょっといちごバナになってしまっているのでございますが、そんなことは気にしないでいただけたらと思います。ちょっと鼻パックをやりますんでね。いいか、鼻パックはな、ただ抜くだけでな、毛穴が縮まるわけではないから汚れたままでございますね。客人は死をお望みのようです。はい、ということで彼はですね、通称ブルック、またはですね、銀之助という名前でですね、あの名前を売っているということでございます。でこちらにですね、いろいろとなんか向かってきていることでございますが、はい、ウェスカーの前ではですね、一切合戦全く関係ないということで、はい、後ろ振り返っていきましょう。後ろ逃げるよー、さよならーと思ったらなんかいろいろいるんだよねー。ということで道を開けろということで、はい、武器商人とね、あの戦っていただきましょう。ということで私は帰ります。お疲れ様でした。でこっちの方に来ると彼らはこちらの方に、あ、全然来ますね、全然来るし普通にさらっていきますね。ということで倒れといていただきましょう。ダダ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 ダ。なるほどね、外にまで出てくるんですね。そんなことしなかったら、あ、カッコン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 。腕を吹っ飛ばしておきましょう。で、一体彼らが一体どこまで向かってくるのかっていうことで、ね、ちょっと試してみたいと思いますので、こちらの方に引っ張ってきてみましょう。おいでおいで。あ、こちらまで来るとさすがに来ないということなんですね。どうやら外の空気は吸いたくないよ。あ、眩しいな、無理だよ。ということで、どん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 中の方に帰っていきますね。はい。自ら帰っていくんですかね。自ら帰って、でもこちらの方まで来るとさすがに向かってくるんですね。私たちのお城の中に入ってくるんじゃにゃーよーということで、こちらに向かってくるんですけれども、はい、こちらの方には向かってくる。どうやらなんだか見えない壁があるようでないようで、あれ、でもこっち向かってきますね。ところが、あれ、普通に向かってきますね。あれ、一体どうなっているんですかね。とりあえず釜を落としていただきましょう。はい、釜は持てなくなりましたんで、まあ右腕1本くらい安いもんだから帰ってってやるよってことで、あ、こちらに向かってきますね。あ、私は平気なんでございますけど、彼がスニーキングミッションでもしましょうか。スニーキングミッション、あ、ダメですね、ダメですね。これちなみに彼はほい、あーちゃあちゃあ痛い痛い痛い、普通シンプルに殴られた。ほい、彼は男か、男みたいな、ね、いい加減にしてくれ。あ、いい加減にしちゃいましょう、いい加減にしちゃいましょう。これで戻っていくと、あ、まだカマちゃんがいますね。カマちゃんがいるねですね。はい、カマちゃんといえばやっぱり川崎ブレイブサンダーズにいらっしゃるですね。はい、ナンバー18のですね、メロン型を持っている彼でございます。はい。ということでですね、これから村のですね、観光、あ、村じゃないや、村はもうかつて終わっちゃったんで、はい。城のですね、観光ツアーをしっぽりと、しっかりやっていきたいというふうに思うんですけれども、あ、これ、リロードボタンだったんだ、知らなかった。はい。ちょっと特殊なマウスを使ってですね、気づかないうちに、マウスボタンがですね、くるくるっと回るやつになってましたね。はい。で、いろいろと宝物はあるんですけれども、一旦ですね、彼のですね、ミッションをクリアすることができたんで、誇りをですね、バーンとなってまして、それで改造修理、これだけ直しておけて、いらないアイテムを売り尽くすことができましたら、一旦ですね、第1回目観光ツアー、城編をですね、終わりにしたいというふうに思います。はい、本日もですね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またですね、次回パートでお会いできたら幸いでございます。観光ツアーでですね、こんなところも見てほしいということからね、ご要望としてありましたら、喜んでやりますんで、ぜひね、皆さんの方でも、ぜひ、どんどんご依頼の要望を投げていただくふうに思います。ということでですね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。バイナラ。